朝ね、起きて20キロの、まあ、マラソンと帰ってきた後ピアノを1時間弾くっていうのを。が楽しくて緊張だけでいっぱいになることなく楽しみながらご一緒できたので嬉しかったですね。もうこの年でこのような美しい方とお会いできるなんて本当にねもうパーフェクトですね。素晴らしいですよね。お互いのこう相性というのはいかがでしたか？もうそれもパーフェクトじゃないですかね。嬉しいですね。はい、パーフェクトです。お互いにサーフィンもやるって言ってます。趣味が同じだから。嘘ですよ。嘘ですよね。お休みの日は何するんですか？休みの日はほとんど休んでますね。本当にね。あ、朝ね、起きて20キロの、まあ、マラソンと帰ってきた後ピアノを1時間弾くっていうのをずっと思ってたんですけどなかなかできない。思ってたんですね。びっくりしましたね。すごいって思ったら思ってたみたい。いつか舞台に挑戦したいなと思います。あ、舞台はまだおやりになってない。舞台まだ経験してないんですよ。一度舞台とかやるとねすごいそれにハマってしまったりするからね。いいからね。そうですよね。あ、それはすごい希望というかいいようだね。いつかやりたいです。ぜひ見たいですよね。見に来てくれますか？チケット招待券で送ってくれます。送ります。